サロメは、オスカー・ワイルドの儀曲、新約聖書をもとにした内容。1891年にフランス語で書かれ、1893年にパリで出版された。1894年に出版された、英訳版では、オーブリー・ビアズリーの総画が使用されている。英訳したのは、ワイルドの同性の恋人だったアルフレッド・ダグラスで、あるが、出来が悪く。 ワイルド本人が翻訳を修正している。内容の背徳性から禁止令が出て、イギリスでは1931年まで上演できなかった。女優サラベルナールのために書かれたと噂されるが、ワイルド自身はこれを否定している。日本で最初にこの戯曲でサロメ役を演じたのは松井スマコである。1913年12月、島村宝月の芸術座による、 帝国劇場での上演だった。1960年4月と1971年2月には、三島幸夫の演出で上演されている。モード・アラン演じるサロメ・ユダヤのオエロドは、自分の兄である前王を殺し火を奪い今の座についた。火の娘である王女サロメに見せられて、いやらしい目を彼女に向ける。その視線に耐えられなくなったサロメは、縁の席を外れて、 預言者ヨカナーンが閉じ込められている井戸に向かう。預言者は不吉な言葉をわめき散らして火から嫌がられている。預言者との接触は王により禁じられているのだが、サロメは色仕掛けで見張り番であるシリアの青年に金を破らせて預言者を見てしまう。そして彼に恋をするのだが、預言者の方は彼女の忌まわしい老い立ちをなじるばかりである。 愛を拒まれたサロメはヨカナーンに口づけすると誓う。エロドはサロメにしつこくダンスをしろと要求し、何でも好きなものを褒美に取らせると約束する。サロメはこれに応じて七つのベールの踊りを踊り、返礼としてエロドにヨカナーンの首を所簿する。預言者の力を恐れて断るエロドだが、サロメは聞き入れない。諦めたエロドはヨカナーンの首をサロメに取らせる。 銀の皿に乗って運ばれてきた、ヨカナアンの唇に、サロメが口づけし、恋を語る。これを見たエロドはサロメを殺させる。サロメを、初めて、日本語に翻訳したのは、森尾外で、以後21世紀に至るまで、日夏幸之助や佐々木直次郎、楠山正まやは勝つき蘭、そして内藤拓良多くの翻訳者により、日本語訳が出版された。ありがとうございます。